どうもこんにちは、アイリーです。ランティスさんから7月の9日にサードアルバムミラージュが発売されます。イエイ、こちらでございます。わー、はい、こちらのアルバムミラージュに至りまして、ワンマンライブが決定いたしました。今回は初めての大阪と東京公演2カ所させていただきます。まずは大阪公演なんですけれども、9月27日土曜日、大阪ミューズでやらせていただきます。こちらが会場が16時、開演が16時半でございます。そして東京公演なんですけれども、こちらが10月の4日土曜日、東京蔦屋オーイーストで開催されます。こちらの会場時間が13時、開演時間が14時なんですけれども、こちら昼の公演なんですが、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。ということで、今回ね、このミラージュアルバム制作させていただいたんですけれども、ライブを意識して作ったアルバムでございますので、ぜひぜひたくさんたくさん聴いて遊びに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。今回はですね、ライブのチケット3種類あります。まずはプレミアムチケット、そしてペアチケット、そして一般チケットとあるんですけれども、プレミアムチケットというのが、そのチケットにしか付かない特別グッズがついてきます。こちら、ですね、6960円税別でございます。そしてですね、ペアチケットというのが今回初めての試みなんですけれども、1万500円税別で、お得感がかなりありますね。これはですね、友達をね呼んで一緒に、アイリーのライブ楽しもうぜって言ってくれる人がたくさん増えたらいいなと思って、今回作ってみました。女の子同士、男の子同士、そして男女ペア、もうね何でも OK でございますので、こちらもお得ですので、ぜひぜひ、こちらもよろしくお願いします。そして一般チケットが5800円となっております。よろしくお願いします。そしてこちらのミラージュにですね、最速先行案内が入っておりますので、ぜひこちらのミラージュを聞いてライブに来てください。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、今回のミラージュ発売に関しまして、発売記念イベントもございます。こちらが、東京と大阪で開催されるんですけれども、まず東京が7月の12日土曜日、未来研究所ファンシアターで行われます。トーク&ミニライブ&握手会でございます。そして大阪が7月の21日月曜祝日、こちら場所がアニメイト大阪日本橋店さんで行います。こちらもですね、同じ内容でトーク&ミニライブ&握手会がございますので、ぜひぜひお近くの方、この日時間があるなという方、遊びに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、皆さんミラージュよろしくお願いします。アイリーでした。